ブルーベリーは、ツツジカスの貴族、シアノコカスブシに分類される北アメリカ原産の低木果樹の総称である。落葉、または繁盛緑星であり、寒い地方では陶器に葉を落とすが、温暖な地では葉が残る。葉は紅葉して美しい。幸い品種の成り木の樹高は1.5から3メートル。春に白又は、 ピンク色の銅弾筒子に似た釣り金状の花を咲かせ、花後に0.5から1.5センチメートルほどの青紫色の小果実がなる。北米大陸でのみ栽培される野生種に近い品種は数十センチメートル程度の低木である。果実は北、アメリカでは古くから食用とされてきたが、20世紀にハイリカ樹としての品種改良が進み、ハイブッシュ系、ラビットアイ系、 ハーフハイブッシュ系、ローブッシュ系の後輩により多くの品種が作出された。詳細は後日の種と品種の不死算章。ブルーベリーは6系統あるが食用として、細かい品種は数百種にも及ぶ。ハイブッシュブルーベリー系統このタイプはさらに、ノーザンハイブッシュ系とサザンハイブッシュ系、ハーフハイハイブッシュ系の3グループに分けられ、それぞれのグループにたくさんの品種がある。 ラビットアイブルーベリー系統ラビットアイブルーベリーにもたくさんの栽培品種がある。このタイプは果実が成熟する前にうさぎの目のように綺麗なピンク色になることから名付けられた。ローブッシュブルーベリー細かく見ると数百種ある。ブルーベリーの品種の多くはアメリカで作られた。品種の中には日本、オーストラリア、ニュージーランドなどで作られた品種もある。 日本で導入されている品種は100種にも及び多くはアメリカ産品種だが日本で開発された品種も栽培されている。ブルーベリーの元になった植物は南アメリカにあった。その植物がカリブ海諸島を経て北アメリカにわたって進化しブルーベリーとなった。ブルーベリーの木。栽培においては酸性土壌で水はけが良い土質を好み。 農薬を一切使わずに栽培することも可能である。乾燥に弱いが過失にも弱く、バイドの管理に注意する必要がある。ラビットアイ系の品種は自家受粉しにくく、一本だけ植え付けても見つきが悪い傾向にある。同じラビットアイ系で別の品種を一緒に植え付けることで受粉がうまく行われるようになる。ハイブッシュ系のブルーベリーは一本でも結実する品種もあるが、 同じハイブッシュ系で異なる品種を一緒に植えることで、より実つきが良く、そして大きな果実が実るようになる。ブルーベリーは、し木で増やすのが一般的である。ブルーベリーのし木には、し木に用いる枝によって、新章を用いる緑枝し、休眠時期の枝を用いる休眠枝しがある。栽培的地は、ハイブッシュ系が寒冷地向き、ラビット愛系が、 団地向きとされる。また、サザンハイブッシュ系が作られ団地でも、食味の良いハイブッシュ系の栽培ができるようになった。関東地方の気候は、すべての系統の栽培に公的であり、関東地方が日本国内ブルーベリーの主産地となっている。ビルベリー医薬用途の可能性も、参照果実は夏から秋にかけて熟し、甘酸っぱい。生食用のほかジャムや果実酒。 ジュース、菓子などに用いる。一部の品種にはアントシアニンが豊富に含まれている。ブルーベリーやビルベリーを使用した健康食品やサプリメントが目に良いと謳われて広く市販されているが、国立健康、栄養研究者の論文調査では、ブルーベリーではデータが見つからず、ビルベリーではランダム化比較試験が複数存在するが、目の初期能の改善を一貫して示してはいない。 コレステロールや血圧では3つのメタ分析で効果を示していなかった。ブルーベリーから抽出されたアントシアニンを使った72人と59人での偽薬対象クロスオーバー試験に研究では安順脳と夜間視力の改善は見られず、抗体縮後の視力の回復は早くなっていた。ビルベリー由来のアントシアニンが VDT 作業の眼性疲労を徐々に軽減する。 作用を示したランダム化比較試験は7研究ある。7つのランダム化比較試験から、ブルーベリーの抽出物や粉末は12週間後までに二型糖尿病の血糖制御に有益な効果が示されていた。6つのランダム化比較試験をメタアナリシスし、ブルーベリーのサプリメントは血圧への影響はなかった。2019年のレビューでは認知機能と気分に対して、冷凍ブルーベリー、 丸ごとのブルーベリー、濃縮物での合計11つのランダム化比較試験があり、対象とする年齢や摂取量は様々で、8つの試験で短期記憶や長期記憶、空間記憶の改善、気分の改善ありは1研究だったが4研究で影響はなかった。同じく2019年のレビューは11件のランダム化比較試験があり、子供と 健康な高齢者の記憶と実行機能、軽度認知障害の成人の精神運動に利益を示していた。ブルーベリーの栄養が収穫されたブルーベリー、長期輸送、市場流通に十分耐えうる品質のものが世界中から日本の市場へ供給され、通関は通常検査で行われる。他にカナダ、メキシコ、アルゼンチン、中国などにもある。日本に ブルーベリーが導入されたのは1951年で、当時の農林水産省北海道農業試験場が、米国から、ハイブッシュブルーベリーを導入したのが始まりである。一方、団地に対応する、ラビットアイブルーベリーは1962年に、農林水産省によって導入された。このラビットアイ系品種は1962年に、ジョージア州から導入され、 1968年より東京都小平市で経済栽培が始まった。1971年、長野県にハイブッシュ系品種が導入され、栽培に適した高齢地のある群馬県、新潟県、山梨県、宮城県などを中心に各県で生産されるようになった。東北地方では岩手県の岩手大学で行われた公開講座により経済栽培が広まった。 石川県放送郡の都庁の旧柳田村域では土地の事情からラビット愛系品種が栽培されている。1990年以降、パン食文化の浸透や健康ブームなどを受け、関東近郊に積み取り、目的の観光農園や産地が急増した。関東地方でブルーベリー栽培が盛んになった理由は、もともと小平市で試験栽培が行われたことで栽培のノウハウを 持っていたこと、比較的寒冷で過失でないこと、関東ローム層はブルーベリーが好む酸性土壌であり、砂礫も含んでいるため水はけも良いこと、また社会的な理由として、摘み取り果樹園での栽培が主流であること、出荷が難しく鮮度が重要視されることから代償基地に近いことへの優位性、その他休耕地の活用目的、木のため、子供にも果実を手に取れるなど、 観光農園として適正であったことなどが理由となっている。2014年現在の収穫量国内1位は長野県、2位は茨城県、群馬県、東京都で争っており、神奈川県を除く1と5県が10位以内、神奈川県も15位以内と関東地方に産地が集中している。その他生産が盛んなのは岩手県を中心とした東北地方のほか滋賀県、兵庫県、 愛媛県熊本県など、西日本でも、高原地帯を中心に栽培が盛んとなっている。加工品は頭打ちだが、生食での人気で年々需要が高まっており、2014年の収穫量は1989年の6倍以上の約2700トンとなっている。農林水産省では、特産果樹として統計をとっている。1960年に、 アメリカ農務省が7大品種を選定したが、日本の気候に必ずしも合わないことが指摘されている。また、日本に導入された品種名に誤りがあったことが明らかになっている。ありがとうございます。